はい、どうも皆さん、こんにちは、もいけんです。今回は質問の、前回のスーパーライトの動画の質問の回答コーナー、あとね、レスポンスしていきたいなと思います。はい、じゃあやっていきましょう。よろしくです。はい、1個目。しみけんさん引き強すぎってことで、ね、あ、この時ね、そう、あれです、オルゴデミーラ登場ってことで、10連だけやったんだよね。それで最後にね、魔王が出たってことで、それで引き強すぎってことで。インヘーラー今レベル90になりました。早速ね、レベル上げしてね。はい、じゃあ次ね、行きまーす。谷さん、こんにちは。いつもハキハキと喋るもみけんさんに癒されてます。ね、ありがとう、谷さんね。よくぞ。はい。よくぞコメントしてくださった。私はいつも覇気がないと悩んでいます。時たま友達に、今回の動画、前回動画ね、まだ見てない人見ていただきたいんですけど、後ろの方ね。ボス的なやつに、腹から声出せって言われます。もみけんさん、普段呼吸法など、いいね、呼吸法。など、工夫っていうかね、鍛えて、いますでしょうかってことで、このタイさんね、よかったらね、腹から声出すとかそれ以前にね、多分ね、モーションがちっちゃいんだと思う。なんかね、ボス的な人と喋るときに、ね、もうちょっとね、リアクションを大きくしたり、動作をね、ちょっと大きくするとね、声も大きくなれるし、伝わると思うんですよ。なんかメッセージってそんなもんでね、何々っていうのでね、聞こえないっていうよりも、元気があったらなんとかなるんで、モーションがね、エモーションを作るって言われるんですけど、そっからね、来ると思うんで、明るい感じでね、喋ると問題ないかなと。多分もし、呼吸法が、良くなったとしても、モーションがね、ちっちゃいと多分同じことになると思うんで、腹から声出せってことはね、ちょっとね、大きい動きをしてみてください。ちょびっと。動き、手を広げるとか、ね、喋るときにね、近づいてしっかりとね、コミュニケーション取りながら喋ったらね、もしかしたら、本当の悩みはね、別のとこにあるかもしれないんでね。はい、じゃあ次ね、行きましょう。阿部くん、質問です。特殊モンスターの44は全部星4にするんでしょうか？あ、これね、ググった方が早いかも。いろいろね、なんつったらいいかな。勘違いしてね、申請転生というか、転生しちゃったりするんで、調べてからやりましょう。で、この後僕調べますね。一応面白い URL とか、わかりやすいページがあれば下の方載せときますけど、なければググってね、調べてみてください。今回に関しては、前回だと野菜のね、シリーズ、キュリトスとかあったと思うんですけど、今回はあれだ。なんかプチットガールズみたいな連中がね、プチットの連中ね、4体ぐらい集めて作るやつなんですけど、失敗しないように調べてからやってみてください。大丈夫だよ。調べればあるんでね。ちょっと調べとくね。はい、質問です。ソード移動星1なんですけど、星1でも使い方によって違いますか？ちょっと質問内容がよくわかんないけど、ソード移動がとりあえず星1なんだね。星1ってことで、星1か星4かどう違うかってことかな。攻撃力とか違ったり、あとはね、新生転生するときにね、絶力投流とか超はやぶさ切りに、プラスがつくかどうかの差があるしね。できればね、絶6刀流だったら物理系なんでね、星3に、したいとこなんですけど、ちょっとね、星1ぐらいだったら、でもね、外のいいよ。ダークドレアム持ってない人はね、ポストドレアムだったら、ソード移動。で、リーダーに持ってくれば確か 18% かなんかだったよね、リーダーね。リーダーとしても使えるし、あと民房ね。民房で、ドレアムねえのかよっていう人に対してね、補足で今ね、これがほんと使えるんで、新生転生ちゃんとしていけばね、ソード移動も、そんな悪くないのかなっていう感じしますね。結構みんな使ってますよ。ということで、星1の、ソード移動持っててもね、リーダー特性も悪くないし、そこまでね、大きな違いないかなっていう感じしますね。対人とかやるんだったら別ですけど、対人ユーザーじゃ逆に使わなかったりするんで、クエスト用であったり、あとはリーダー特性の、あとは民房ね。とかだったら問題ないかな。頑張って。はい。ゲームばっかやってて、奥さんに怒られないですか？はい。ここは大丈夫ですよ。ゲームばっかりやっててってこと、YouTube アップしてたりするんで、僕ね、掘り下げたんですよ、自分の人生をね。僕はね、学生時代はスポーツばっかりで、ゲームも全くしなかったし、やったとしてもね、ドラクエをやりたくて仕方なかったんですよ。で、大人になってもね、営業ばっかりやって、仕事を最初の3年ぐらいはね、2年半か、もう仕事しかしてなくてね、休みの日も、資格の勉強したりとかばっかりで、全然ね、ゲームとは無縁だったんですけどね、あとインターネットとかね、無縁だったんですけど、自分の人生をね、なんだろうって掘り下げて、後悔しないように生きるためにはね、思春期の葛藤をね、掘り下げてぐーっと、自分の中ね、スコップでね、自分の中を掘り下げていったら、ドラクエを腹いっぱいしたい、本当にしたいっていうね、リトル自分もみけんがね、言ったんですよ。だからね、まあちょっと今日変な話になっちゃうけど、そこをね、もし明日もう交通事故例えばあったとしたら、死んだら、ドラクエを腹いっぱいしてねえじゃん、俺の人生ってなって、でね、ドラクエを思いっきりやるっていうのを目標にして、1年間2年間腹いっぱいしたんですよ、もう後悔ないぐらい。で、ドラクエ10、の時に結構満足しちゃってね、もう腹いっぱいやりすぎたな、やりすぎだなーって思って満足したんですけど、その延長線上でまだ続けてるって感じなんで、で、やりたいこと、あと自分のトラウマですよね、いわゆるね、幼少期の時腹いっぱい食べれなかったご飯がっていう人はデブになるようにね。まあそんな感じでトラウマの解消方法だとね、なんか病気の解消方法みたいなもんですよ。僕にとっちゃね。だからそれをね、理解してもらってる感じなんで、まあ問題ないかなと思いますね。やっぱね、きついね。当時ね、プレステとかもね、やりたくても、ね、やれなかったんでね。その当時のトラウマがほんとね、ひどいね。今はね、それをね、だいぶ解消できたかなっていう感じで。皆さんもね、トラウマがあったりするとね、死ぬ瞬間ってそれを後悔しちゃうんでね。だから自分はね、今、絶対死ねないですけど、やることいっぱいあるんで、家族のこととかね。死ねないですけど、まあ今回はそこに関しては、幼少期のことを、あとね、そのトラウマ一個一個潰していったんですよ。その一つがやっぱ大きいのはね、ドラクエだったんですよね。だから、まあ怒られないというかね、そこ基準ではないですね。自分本位の部分があるんでね。はい。もみけんさん、生放送とかはやらないんですか？プレステ4とかやるときはね、配信が簡単なんでやるんですけど。まあ、スーパーライトとかあんまやんないかな。ああいうのは隙間時間でちゃちゃってやるんでね。生放送多分ね、やむけいさん多分生放送とかニコ生とか、YouTube のライブ配信とか見るタイプの方かもしんないですけどね。僕ちょっとね、なかなかね、家族いたり、声が入っていきなり部屋と変えられるとちょっとね、全部動画ぽちゃるような、ちょっとね、神経質な部分はあるかもしれないんで、一応ね、やらないですね。はい。声とかちょっとね、いない時タイミング測って、見計らってやってるんでね。はい。もみけんさん、イケメンってことで、はい。はい。ちょっと九州っぽい顔してるんですけどね。母親の方が佐賀で、父親の方が宮崎でね、そのハーフなんですけど、まあ、九州っぽいですね。はい。というわけで、海外に、タイとかね、インドネシア行ったら超モテます。お兄さんってことでよく声かけられるんですけど。まあそんな感じかな。まあアジアにモテる顔みたいですけどね。まあまあ外国ね。外国の、しかもアジア。はい、じゃあ田んぼさん。おめでとうございます。早速質問ですけど、ゴールドマジンガーゲットした方がいいですか？ゴールドマジンガーに関してはね、ついで、金集めのついでに何個かゲットするって感じなんで、まあ、あえて目的ではないかな。うん、ゴールド集めの付属品って感じなんで、まあ、餌かな。うん。わざわざね、例え話で言うと、吉野家とか、あとは餃子の王将とかね、家から、例えば5キロぐらい離れてって、食いてえなーって思っていくかもしんないですけど、まあ、ついでですよね、大概ね。なんかのついで。そんな感じで、ゴールドマジンガーもついでですよ。帰りのついでとかはゴールド必要。目的ではないよね。はい。ではね、次ね、ネオスさん。ネオスさんね、名前変えたのが森川ですってことで、前ね、コメントをね、くださった森川ね。ドラクエしてて、すごい嬉しい時とかありますか？自分はドラクエ10など他のシリーズの音楽が流れると興奮します。音楽いいよね、ほんとね。いや、テンション上がるよね。あ、あの時の曲だってことでね。うん、いい。これテンション上がる。いい曲はいいよね。今回のね、スーパーライトのやつもね、セブンの曲聴いていいなと思ったしね。なかなかね、スーパーライトは曲をちゃんと考えてきてくれなかったりしてたんでね、過去がね。今回ちゃんとしてくれたしね、よかったね。じゃあ、まあこの辺でね、まあすごい嬉しい時、ガチャとか弾いててもね、そこまでね、動画のパフォーマンス的にガッツポーズとかしたりするんですけど、そんなないかな。うん。不思議なもんでね。はい、じゃあ、ジローさん。次3万円程度副収入があったらと思う昨今。ネットで稼ぐなら、具体的にどこから始めたらいいでしょうか？はい。ネットで稼ぐなら、どこから始めたらいいでしょうか？月3万円程度。はい。お金を稼ぐっていうのは2つあって、自分で働く肉体労働っていうか、時間を切り売りして、誰かに買ってもらうっていう、まあ、バイトみたいなもんですよね。と、あと自分で稼ぐっていうのがあるんですけど、自分で稼ぐっていうパターンであれば、お客さんをまず、囲うっていうか、自分のお客さんをまず、見つけて、で、あとはそこの人たちにお金をいただくようなサービスを提供するっていうのが、妥当なんですけど、ネットで稼ぐなら具体的にどこから始めればいいかなんで、集客ですよね。まずお客さんがいないと始まんないんで、で、例えば300人いたとしたら、1人当たり100円でいいんでね、まあ、そういうサービスを作るか、そういうのでもいいし、なんかね、自分の得意なものを売ってもいいし、まあ、とりあえず集客だよね。人がいないとやっぱダメで、まあ、月3万円程度だったら、例えばピエロでもできるかもしれないね。街中行って、人がわんさかいるとこに行って、なんかやって、もらえばいいんで。で、募金お願いしますでもいいしね。募金っていうかね、お願いします。まあ、わかりやすいのはね、3万円程度と言わずにね、自分のやりたいことをなんか発信して、で、それで、こういう夢がある。現実にしたい。だからね、お金を募るっていうのが、まあ、企業がやってるやつでもあり、あれなんですよ、株式ってこういうもんなんでね。だから、お金を集めるってことはね、そういうことで、うん、どこから始めたらいいか集客して、それをね、どう料理していくかみたいな感じになるんですけど、3万円か、3万円。で、まあ、だからお客さん囲うことだろうね。うん。なんかそんな感じがする。はい。3万円程度っていうのもあれだけどね。まあ、結果なんでね、3万円程度が目的じゃなくて、さっき目的と手段となったけど、3万円はまあ、うん、結果であって、やり方としてはそうかなと思うけどね。はい。じゃあ行きましょうか、次の。まあ、こっち系の質問ね、歓迎しますんで、どうぞどうぞ気軽にしてください。はい、タンタさん、インヘーラー、おめでとうございます。よかったね、ほんとね。いやー、魔王が当たると銀世界とかと全然違うよね。はい、大王さん。はい、質問です。指導が当たったんですけど、どっちの申請転生にすればわからないです。どっちにすればいいか教えてください。ね、監修さんが書いてますね。クエスト型なら人型がいいと思います。多分ね、当たったってことで喜んでる感じなんで、一匹だけだと思うんで、一匹だけの人はね、大概、申請転生で、人型の方にした方がいいと思いますね。破壊神の叫び持ったところで、あれは対人用っていう感じがするんで、まあ人型でいいかなと思いますね。クエストと、あとはね、クエストで使いたいのか、友達対戦で使いたいのかで、これに関してはね、分ければいいと思います。はい、じゃあ、アジポンさん最後ね。まだ緑が出ず、他に3体出ていますが、どういうことだ？緑。はい、ちょっとわかんないかな。はい、じゃあ最後までね、見ていただいて、ありがとうございます。よかったら最後まで見た方ね、いいねを押していただければ、多分50もいってないと思うんでね。まあよかったらね、いいねを押していただいて、数見たいんでね、よろしくお願いします。はい、じゃあ、質問コーナーね、今回また募集したいと思いますんで、自分の質問、あとはね、最近の、こととかね、書いていただければ、読み上げたいなと、まあ1週間、2週間以内には動画ね、また作成したいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。またねー。バイバーイ。